僕は慶応義塾大学薬学部出身の無職ですが、最近立憲民主党の塩谷彩香議員が女性のホスト売りかけを問題提起したことが発端となり、竹川さんやひろゆきさんを巻き込んで喧嘩してますが、事情を知らない僕から見ると男が寄ってたかって女性をいじめてるようにしか見えません。塩村議員の何が不満なんですか？いや、僕別に塩村議員に不満はないんですよ。僕女性そのホストの売りかけ自体は規制すべきなので、なので塩村議員頑張れと思ってるんですよ。ただ塩村議員がホストを規制するために頑張れということと、嘘をつくことは良くないよねって別の話なんですよ。なので議員としての塩村彩香さんが頑張っていただきたいと。でもそのなんか嘘をついたりして慰謝料を取るというのが当たり前だよねとテレビで言う行為というのは、それはそれでまた被害者を増やす可能性があるんですよね。最近逮捕されたいただきリリちゃんっていう、男の人を騙してなんかお金をもらいますっていうマニュアルとかを書いて、そのマニュアルを結構高い値段で売ってたりみたいな、犯罪者の人が捕まったんですけど、であれもその男の人を騙してお金を取るというのがそこまで悪いことではないよねというのが、例えばじゃあおじいちゃんおばあちゃん騙して金取ったらそれは悪いことだよねってあるんですけど、そのなんか性的魅力の高い女性が男性を騙すのはそこまで悪いことではないよねという価値観をテレビで流してるっていうのは、僕それ良くないと思うんですよ。でそれがじゃあそのなんかまあネタとして言っただけで、実はその本心ではなくて事実でありませんと言ったとしても、それを見た人たちっていうのは、あ、女の人っていうのは男の人を騙して金を取ってもいいんだ、でそれで逮捕されることはないんだと思ってしまうんですよ。実際そういただきりりちゃんが逮捕されたっていうのでニュースになったんですけど、多分似たようなことやってる人世の中いっぱいいると思うんですよ、女性でも男性でも。なので人騙して金取っちゃダメでしょっていう至極当たり前のことを僕が書いたつもりなんですけど、はい。で最高1500万円は取りすぎでしょって話なんですけど、 AV のモザイクは誰得なんでしょうか。AV のモザイクがついてるかどうか判定する、なんだっけ、 AV 倫理なんと審議会みたいな、なんかそういうところとかがあそこで一生懸命仕事を増やしてるんじゃないですか、ね、確かなんかついてるその AV のモザイクがちゃんとついてるかどうかをチェックするお仕事みたいなのが、なんか食卓の高齢者の人がずっとひたすら AV を見続けてモザイクチェックをするみたいな話を聞いたことあるので、そういうところにお金が発生してるんじゃないかなと思います。まあなんだろうね、その結局日本語で無修正 AV とかで検索するとインターネットでいくらでも無修正の動画無料で見られるんですよ。なのでそのモザイクをつけなければならないっていうのって、日本人が日本人のビジネスをやじりづらくしてるだけで、海外でビジネスやる人はすごくやりやすいんですよね。要はその例えばじゃあビデオを作りました、 AV をビデオを作りました、でビデオを作ること自体は別に日本でもじゃあそれがアメリカでも作るコストはそんなに変わらないんですよ。でもそれをモザイクをつけますとか、なんかモザイクをつけてそのなんか AV なんとか倫理委員会みたいなところに通してお金を払ってみたいなのやるのと、もう出来上がったものをそのままネットでボーンって出すのでいくと、どっちの方がコスパいいかって言ったら、ネットで出来上がったものをそのまま出す無修正の方がコスパがいいんですよ。でそっちの方が人には多く見られるんですよ。そしたら変な制限をかけて余計日本国内の企業がやりづらくする。でそうすると日本国内の企業は、俺たち海外行ってやった方がいいんじゃねえのっていうので、なんかそのカリビアン .com みたいなところとかって、あれ多分まあ日本人がやってると思うんですけど、一応海外の会社なんですけど、っていう感じでその海外の会社でやって、日本でほとんど多分ユーザー日本人だと思うんですけど、日本人からお金を巻き上げて、でアメリカなのかまどこなんか刑務所とか知らないですけど、そこで税金を納めるっていうのをやってて、えそれ日本国内のビジネスにしたら全部日本で回って日本で税金落ちるのに、なんでわざわざ日本人の企業を規制して海外にお金が行くようにしてんのっていう、よくわからないシステムをそのままにしてるんですよね。なんかあれ直した方がいいんじゃねえのって思うんですけど、なので日本人は日本人の首を絞めて外国の人がこうビジネスをやりやすくするっていうのはちょこちょこやるので、そういう例なんじゃないかなと思いますけども。